おはようございます。ちょっと今まだ寝起きで声が出ないんですけど、今日もうすぐ雨が降る予報でして、ラディッシュがですねこんなにたくさん生えているので、今日は間引きをしたいと思います。3センチ間隔で大きいのを残すって書いてあったので、でも全部大きいんですよね。1本目抜けました。見えないか。1個目抜けました。まっすぐ立ってないやつとか抜いた方がいいのかな。こういうのとか抜いた方がいいのかな。葉っぱ大きいけど斜めになってるのとか抜くか。抜いちゃおう。抜けました。あ、今の抜かなくてよかったかな。ここ密集してるな。大きいのを残してちっちゃいのを抜く。あんまりスカスカになってもね。おお、これ結構良かった。なんかもう食べれそうです。間引きって難しい。これも抜きます。なんかこうカラフルなラディッシュだからか、なんて言うんだろう、葉っぱの形がちょっとずつ違って、強いやつの葉っぱ全部同じ形に見えるんですよね。3センチってどのくらい。抜かない方がいいか。いやいやな。ダメよ、食べたらダメダメ。あ、トノ、なんかめっちゃ食べてる。トノおいで。食べない食べない。めっちゃくわえてる。トノめっちゃ土のとこ出して。でも葉っぱいいかもしれないけど、うん、おいしい。トノストップ、待て待て、ちょうだい、お願い。トノ土のとこ出して。トノちょうだい。寝たふりしなくていいから。トノペしてもペして。あー、おしまい。そう、おしまいも。うん。あ、おりこさん。トノちゃん。土食べちゃってる。トノ、おいしい？わー。くちゃくちゃやってんね、やってんね。土までいった？トノ、ちょっとやばすぎ。あんたやばすぎ。あんた、ちょっと、いや、ちょっと、いや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 、ダメだよ、トノ。美味しかった？はい、私のトノがラディッシュを食べてしまいました。この間引きしたやつを食べちゃったんですけど、今は調べたら、まあ、少し少量であれば問題ないみたいで、葉っぱは問題なくって、土はちょびっとだったら排出されるので大丈夫っていうことでした。でもちょっと今日様子見ます。本当にもう、はい。で、間引きですね。間引き順調に来ました。なんか間引きしたら全然なんかほぼラディッシュなくなりそうです。間引きしたらラディッシュが減ってしまったんですけど、とりあえず葉っぱは重なってないですし、ちょっとここにスペースがあるので間引きしたやつを1個ここに植えちゃおうと思います。これにしよう。これ1個ちょっと重出しします。ちょっと重出ししてみたので、これも様子を見ながら引き続きラディッシュ育てたいと思います。はい、取れた間引きしたラディッシュの葉っぱを今洗ってみて、ちょっと食べれるんじゃないかなって思ったので食べてみます。じゃあこの大きいのからしこうか。こんな間引きしたやつ食べてみます。おう、でもね、まあ美味しいもんではないですね。あまり私は好きじゃなかったです。これ本当に美味しく育つのかな、なんか不安になってきました。でももう進み続けるしかないので頑張ります。バイバイ。